はい、ということでホテル着きました。まあ今日はもう早く寝て、明日非公開の撮影があって、その後シルブプレサーの企画の、アスパラのねちょっと練習があるので、はい、今日は早く寝て明日に備えたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は非公開の撮影ということで、リオさんとヒコさんとね、ちょっと横浜ぶらりロケ的なのと少し企画をいろいろ撮る予定です。久しぶりに二人に会うんで楽しみですね。今リオさんとヒコさんとの待ち合わせ場所に着いたんですけど、まだ二人は来てないみたいなんで、もうちょっと待ちたいと思います。今ですね、ところがさっき着いてたんですけど、でここの出口にいますって言ったのに、ヒコさんはなんか別の出口に出たらしくて、すでに山下公園撮影場所にいるってことで、待ってたのにな、カメラ構えて。リオさん発見しました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、ヒコヒコがですね、はい、あの一番出口や言うてんのにマリンタワー口に出てでこっち来いって言ってんのに、はい、こっちいるわ、撮影場所こっちだからとか言って発達すんすよ。公園に着いた割にはどこにもいないっていう。じゃあ本州山下公園広いし、どこなんよこれ。腹立つわ。私を探してねみたいな。なんなんこれ。これ何。腹立つこれ。加工してるやん。そんな今あったらこっちに来いよ。これどこなんすか、まずこの写真。何、もう謎解き始まってんの。そんな企画じゃないのよ。的なものを。あれっすか。あれ、あの子、あれマリンタワーですよね。あれがあんな丸くない。あ、そうなの。鉄骨っぽいもん。なんだ、何してんのか朝から。船、そうですね、あの氷川丸。氷川丸がもう推理してるやん。ノリノリやん、リオさん。あー、なるほどね。ちょ、見えてきたぞ。何楽しんでんの。ちょ、何、起きたこと楽しんでいかないと、せっかくだから。あー、なんてポジティブな思想。どこにおんねん。いや遠いのよ。どこにいんのよ。なんでやろってんのかよ、この野郎。喧嘩か、喧嘩か。やったろか、おい。いや、でももう負け、ごめんなさい。もう体力測定とか、うん、パフォーマー対決でコテンパにやられてるんで、喧嘩をしましょう。俺もさ、それ出てたつもりなんだよ。山下口に行ってたつもりなのに、気づいたらマリンタワー口にいたの。不思議だよ。不思議じゃないの、方向音痴なだけやから。マジで。今非公開の撮影1本目終わりました。これから横浜街ぶらしてロケなんですけど、1本目がね、あのペヤング極激辛ニンニク味食べるっていうしんどい企画だった。しみるいて、きつかった。リオさんも流れで食うことになっちゃったけど、リオが一番かわいそうな感じだったな、ね、最後の染み込んでる、一番染み込んでる。今街ぶらロケ中です。はい、今から占い。占い。どうだろうね。うん、しかも撮影許可は下りましたね。すごくない？そんなこと初めて見たよ。いや、手相占いなんて初めてなんで、ちょっと楽しみですね。楽しみ。ね。うん。どう、悪いことが言われないよね。どうですかね。でもこうズバッと厳しいこと言われて。あ、まあそういう可能性もね、意味もあるみたいですよ。あ、そうなの。占いって悪いこと言われて、うん、そうならないように努力するみたいな人もいる。そうなの。うん。非公開チャンネルの撮影もほぼほぼ終わりまして、打ち上げ的な感じでお店に来てます。すーろん茶です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構いい感じで撮れ高的にもありましたね。よかったね。うん、面白かったよ。確かに、うん。
慣れてきたからか、撮影しながらここで切るかとか、もうここで1本にするかとかっていう計算しながら回れるのは楽だな。そうだね、自分たちで編集しない分、リオンにどれだけ編集しやすい環境で渡せるかっていうのが結構テーマだ。そうですね。じゃあちょっとここの3トンの水餃子口たりしててよ。あ、楽しみ。こちらがめっちゃうまそう。いや、きっといいね。いただきます。テッパー絶対うまっ。うまそうな顔になってるよ。肉汁あふれる感じがもう垂れてるでしょ。下なってるでしょ。見えます？見えます、見えます。いいんですかこれ？いいんです。これ口に入れていいんですか？うん、どうぞ。それ以外はね、これも来ないよ。同じは今ですね、都会の撮影も終わりまして、これから若穂町ウォーフという劇場に向かいます。到着しました。今日はここで稽古します。がっつりじゃなかったら映ってくれるのぞみさんです。おいでなせ。おいでやす。そうなんです。おいでやす。久しぶりです。久しぶりです。こっちはいい。そう、ノースフェイス。これユニクロですね。あ、これユニクロか。ユニクロかっこいいな。ユニクロ最近のユニクロ、いいな、そのカメラ。あ、この部屋一緒やろ。そうだ、じゃあ一緒やろ。うん、もう一回。